こんにちは、土の子です、スマホ版ポケトルはね、ちょっと今ニャースでお金貯めてる最中で全然ね進めてませんでした。で今回ね結構更新されたので、更新の紹介とリザードをね紹介してみようかな。で記念プレゼントがね来ています。ワールドワイド阪神を記念して1万コインとパワーアッププレゼント、ここのねプレゼントマークから、ゲットすることができます。もらっときましょう。パワーアップ、そして1万コイン、嬉しいね。スマホ版やめた人もねプレゼントぐらいはもらっといていいかもしれません。さあじゃあリザード行きましょうか。結構幅は広いです。25枚までに入賞できるとメガストーンリザードナイト Y をプレゼントなんですが、ちょっとね不穏な空気が漂っています。ちょっとランキング見ていきましょうか。ランキングにねとんでもない数値のスコアを出している方がね続々といらっしゃいます。これ運営さん大変だろうね。これねツイッターのゆきふわさんのねツイートを見て、ちょっとねスマホ版も紹介しようかなと思って、見ています。すごいねこれね999万点だけど、でもまずびっくりしたのが900万点台を運営さんが作ってるってことですよね。そこまで点数上がることあるのかな。そして現在の順位、1日経っただけでね30万人も参加してますね。これはちょっとすごいかも。どのぐらいダウンロードされてるんだろう。25万以内入賞だからまずそれを狙っていきたいですね。でもまだね僕はルカリオちゃんしか持ってないので、ゲンガーをね手に入れてないのでちょっときついかもしれません。あとカヨガもねこの間ゲットしたきりレベル1のまんまです。でもねもうせっかくなんでこれでフルアイテムでいっちゃいましょう。多分フルアイテムいけば25万円までいけるんじゃないかな。ということでいっちゃいます。頑張ります。女じゃね 3DS1 と頑張るよ。タブレットだからね結構きつい。あーしまった、やらかした。途切れちゃうな。うわ動かしづらい。終わっちゃいました。2万6000点ですね。どうなんだろう、25枚まで達成できるのかな。ちょっとランキング見ていきましょうか。ランキングはおお1666位、結構上の方ですね。みんなやっぱそんなにやってないのかも。参加だけはしてそのまましてるっていう。あれちょっと待てよ、さっきなんかランキング見た時と違ってまた999番の人が増えてますね。もうやっぱりねスマホ版初のランキングステージだけあって、なかなかね運営さんの思い通りにいかないようです。早く直してほしいですね。ということで1666位だったら結構25枚以内安泰かもしれません。じゃあせっかくライフもあるのでね他のとこもやっていきましょう。グラードンなんかもいっちゃおうか。あ、これハート2個の意地悪ステージですね。コインたっぷり使って行ってくれみたいな感じか。ああ懐かしい、そうそうこうだ。
よし、残り手数7でクリアできました。なかなかいいんじゃない。さあポケモンゲットタイム、お願いします。 33%。 これはスパボ投げるか。お願い捕まってくれ。もうスパボ投げていっちゃおう。 66% だったらまあ捕まるでしょう。お願いします。よし、グラードンあたりはゲットしておきたいとこだよね、やっぱりね。攻撃力70、揺さぶる、もうめちゃめちゃ使いますね。さあレッグーザも捕まえていくよ。鬼氷の方がいいか。これもハート2個必要なの？きついな。これもねコイン使って一気に行った方がいいよね。メガスタート行っちゃおう。ミカスタートでスーパーボール投げる。よし、いきますよ。まずはここからかな。あー連鎖してくれない。ちょっと苦しいな。ここにかけるしかない。頼む、もうここで終わってくれ。よし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 、4は残った。いやーきつかったな。さあゲット率どうでしょう。ポケモンゲットタイム、頼む。 21%。 うーんきついかもな。お願いします。よし行ってくれ。あピピピピピピ、投げてくよ。 42% きつい。あーあー悲しみの悲しみの逃げ。俺のコイン返してめっちゃ時間かかるのにコイン貯めるの。ディアンシーも取っていかなきゃいけないよね。ということで、まあね、メインはメガリザードン Y の紹介でした。ランキングどうなってるかな？また変わってたりする？あすごい削除削除の攻防ですね、これね。でもこの20万台の人、削除されないってことは、もしかして本当なの？本当に20万いってんの？これでも手動で対応してたら相当運営さんきつそうだけど。大丈夫なんでしょうか。頑張ってほしいです。ということでスマホ版ポケトルはね、まあ、3DS 版と違ってちょっとね遅れ気味だし、まあゆったりやりますけど、
たまにねこうやって面白いことあったら動画にね出していきたいと思います。ということで、よかったらまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。